客か。よくおいでになられた。私はこの城の主、ハインリヒ。私はアルベルト、イスマス公爵ルドルフの息子です。ゆっくりお話など伺いたいところだが、これからミルザブールへ行って騎士団の会議に出なければならない。申し訳ない。ミルザブールまで同行させてください。ええ、喜んで。旅の仲間は多い方が楽しいものだ。みちみち話を聞かせてもらいたい。ラファエル、参るぞ。はい。ようこそミルザブールへ。私はこの城の主、テオドールです。私はアルベルト、イスマス公爵ルドルフの息子です。ハインリ、会議の見通しはどうだ。厳しいな。プラッツやノーデンを説得できなかったのは痛い。彼らは影響力が強いからな。全力を尽くすしかあるまい。コンスタンス、フラーマは。はい、フラーマ様はすでに会議場へ入られました。よし、我々も行こう。ラファエル、会議の目的は何？ミルザブールとオイゲンシュタットの中間に今は放棄された古い砦があります。そこにモンスターが住み着いたらしいのです。砦からモンスターを排除しようという議題なのですが。何か問題でもあるのかい？出陣に金がかかるので、みな渋っているのです。これより臨時騎士会議を開催する。テオドール、議題の説明を。デルスデールの砦が放棄されて久しいが、そこにモンスターが住み着いているという報告がある。そのモンスターたちによる被害は報告されていない。無害なモンスターならば放っておけばよいではないか。今は使われていないとはいえ、騎士団の砦をモンスターに占拠されて放っておくのか。騎士の誇りはないのか。あの砦は新しい街道ができて不要になったから放棄されたのだ。つまり取り返す価値などない。全く無駄な出費だ。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。騎士以外の発言は認めない。見習いがでかい口を叩くな、無礼者め。騎士ではありませんが、発言してよろしいかしら。どうぞ、フラーマ殿。ありがとう、ハインリヒ。最近のモンスターたちの活発な動きはこの地域だけのことではないようです。イスマス城がモンスターによって滅ぼされたという噂もあります。まさかイスマス城が。イスマス城がモンスターに襲撃されたのは事実です。あの方はイスマス公ルドルフ殿のご子息。急を知らせるため城から脱出なさったのですが、運命にもてあそばれ今はこの地に。間違いありません。イスマス城は落城したのか。それは私には分かりません。父はまだ戦っておりました。私は姉と共にナイトハルド殿下に知らせるために脱出を。イスマス城は難攻不落だぞ。一人だけ逃げてきたのか。モンスターが組織的な攻撃を。バカな。静粛に、静粛に。このモンスターたちがたまたま砦にやってきたのか、それとも何かの意図があるのか、調べる必要があるのではないでしょうか。意見をありがとう、フラーマ。それでは採決を行う。モンスター討伐隊派遣に賛成の者は。
反対多数。討伐隊派遣は否決された。閉会とする。私一人でも行くぞ。騎士としての誇りにかけて。どうしても行くのか。もちろんだ。私が騎士の手本にならねば。君は残って若い連中がバカなことをしてかさないように注意していてくれ。私を連れて行ってください。お前ではテオドールの足手まといになるのがオチだ。許さん。いや、ラファエルにもチャンスを与えよう。君が心配なのはわかるが、私がついている。大丈夫だよ。ありがとうございます。コンスタンツ、出陣の準備だ。私も戦います。同行させてください。私は今猛烈に感動しているぞ。かたじけない。モンスターたちのリーダーか。よし。君たちの協力のおかげで
目的を果たすことができた。ありがとう。いい勉強になりました。ありがとうございました。これで他の騎士たちも目覚めてくれればよいのだが。あなたも騎士団に入られてはいかがですか？ラファエル、私はローザリアへ帰らなければならないんだ。船に乗るかい？私はアルベルト、イスマス公爵ルドルフの息子です。どうぞお通りください。殿下、お久しぶりでございます。アルベルト、アルベルトか。アルベルト、無事だったか。去る下流月11日未明、殿下がおいでになった翌朝であります。イスマス城はモンスターの襲撃を受けました。警戒ラインの内側に突然敵が現れたことと、モンスターとは思えぬ統率の取れた攻撃等によってイスマス城は危険な状態になりました。私は父ルドルフの命を受け、姉ディアナと共に殿下に危急を知らせるべく城を脱出しましたが、途中モンスターにより捕捉され、姉とは離れ離れになりました。私だけがローバーンに漂着、そこからブルエーレを経てヨービルへ向かいましたが、今度は船が難破、バルハラントまで流され、騎士団寮を経て今ようやくクリスタルパレスに至り、殿下にご報告できました。使者の役目大義だった。しかし時間がかかりすぎました。イスマス城はすでに。みんな下がれ。アルベルト、お前は父の使命を果たしたのだ。お前はよくやった。殿下、母はどのように？ルドルフ公夫妻は多くの兵士たちと共に広間に倒れていた。激しい戦いだったのだろう。彼らの10倍以上の敵が倒れていた。だが多勢に無勢、一人また一人と倒れ、ついには公自身も力尽きたのだろう。ルドルフ公は愛するマリア殿をかばうように倒れていた。ご夫妻の亡骸はニーサ神殿に埋葬した。姉はどうだったのでしょう？わからん。遺体は見つからなかった。お前の姿を見たとき、ディアナも元気にしているものだと思ったのだが。申し訳ございません。すべて私の責任であります。自分を責めるな。ディアナもまだ死んだと決まったわけでもない。お前が生き延びたのだからな。こちらに私の父と母が葬られていると伺いました。アルベルト様ですね。イスマス公夫妻は
母なる兄さんのもとへお帰りになりました。私はどうしたらよいのでしょうか。今は兄さんに祈りましょう。何かお答えがあるやもしれません。父上、母上、姉は生きているのでしょうか。私はこれからどうすればよいのでしょうか。兄さん、お答えください。絶望してはなりません。人はいつか兄さんのもとへ帰る定め。しかしこれは決して悲しい定めではないのです。あなたにはあなたの人生を生きる権利と運命を背負う義務があります。あなたの道を進みなさい。私の道とは、運命とは。私にはお答えできません。ニーサとエロールのご加護のあらんことを。いらっしゃいませ。お泊まりですか。